か。こんにちは、さゆとかさん、はい、さあもう FA の選手の動向が活発化してきそうな季節ですよ。いやもうそうだな、はい、時間もないしな。もうそうなんですよ、もう交渉の時間限られてますし。 そんな中でまずは注目されてたのはあのノンテンダーの日本ハムの3選手、はいはい、3選手な、はいはい、この3選手はどうでしょう、どの球団あたりが手を挙げそう、誰にっていうありますか。教えてやろうかも。え、教えてください。知ってるんですか。まあ、教えようか。教えてください。ちょっとじゃあ見てる方これあれ特ダネですよ。いや俺の勘だけどね。勘ですか。いやあのね、太田大志は、はい、うん、巨人には戻らないな。まあそうでしょうね、多分きっと、うん、それで広島、はい、まあ、鈴木誠也が抜けるじゃない。そうですね。でポジションも一緒なんだよね、はい、ライトで右打者っていう、うんうん、守備はまあうまいよ、太田大志も、はい、で肩も強いしさ、うん、あとはバッティングだよね、はい、バッティングは鈴木誠也のように打てれば一番いいんだけど、それはちょっと難しいと思うけど、うん、やっぱり広島はそこら辺を右打者で埋めたいと思ってるはずなんだよね、はい、でそれも長打の打てるバッターで、うん、それなぜかというと左で似たようなタイプっていうのは多いんだよね、はい、坂倉をはじめ、うん、林だとか、はい、いろいろ西川だとか、うん、そういうのはいっぱいいるんだよ。でも右ってなるとさ、そんなにいないから、うん、だから太田大志広島出身だし、はい、だからそういうことを考えると広島が俺は濃厚だと思うし、うん、まあ、太田大志もその方がスッとこう入るんじゃないか、いけるんじゃないかなと思うけどね、まあ、そうですね。しかもまあもともとセリーグ出身なので、違和感もなく戻ってくれます。もともとセリーグ出身って言っても、はい、まあそんなには出てないからさ、もともとも下手くれもないんだよね。はい、だから日本ハムに行ってから開花した選手だから、うん、はい、でもあれだけのそのすごいピッチャーたちを打つことを経験してるしね、はい、そういう意味ではバッティングもかなり成長はしてると思うよ、うん、まあ、今年悪かったけどね、はい、悪かったけども、そういう目慣らしという意味では、うん、いいものを食うと味が超える、舌が超えるっていうじゃない。今まで学生の時食ってたものが、うん、いやなんかこんなもの食ってたのみたいな、うん、なっちゃうじゃない、はい、まあ、そんな感じだよ、うん、やっぱり質の悪いピッチャー見るとね、うん、え、何これって、うん、こんなの簡単だぞみたいな、はい、まあ、そういう風になって目は超えてると思うから、うん、だからまあ楽しみだけどね、セ・リーグに帰ってきて、はい、もしセ・リーグに帰るんであればね、うんうんうん、非常に楽しみでは、すんなり受け入れられると思うよ。そうですね、鈴木誠也がいるんだったらさ、はい、行っても出番がないなと思う。確かにそうですよね、うん、でもそこ抜けるんだったら、はい、俺が行ったらチャンスはあるなと思う、ね、そうですね、だって給料も それなりにカットされるしさ、はい、でももう一度やっぱりこうレギュラーを取って給料上げてやろうと思うんだったら、やっぱそこで勝負するんじゃないの、うん、守りの部分では損しもないと思っていいと思う、うん、鈴木誠也。これ他の球団と広島がちょっと競合じゃないですけどなる可能性って太田選手の場合ってありそうですか。だから阪神いらないでしょ。そうですね、今いやいいもうボア状態だし。そうですね、いらないと思うよ、うん、あんま余計な、ね、悩み事を抱える必要はないと思うよ。いや、やっぱ使わなきゃいけないとかさ。そうですよ、まあ、だからそういう意味では俺はいらないと思うし、まあ、ヤクルトはああいう状態で非常にいい状態だしね、巨人もいらないと思うしさ、はい、札幌であのドームを使いながらあの成績を残せたという意味では中日っていう手もあるけどね。あ、外野でもうね、大体サイズ一緒なんだよ、はい、中日はやっぱ守れなきゃダメだろ、外野手が、はい、広いから、うん、足があって守れる人じゃないと使えない、うん、そうですよね、うん、そうするとじゃあ似たような球場でこう、ね、出てたってなると、まあ、ちょっと調査というか、まあまあしてみたいけどね。そうですね、うん、ただそれだったら西川の方がいいかな、あそこは。お、今そう西川選手の名前出ましたが、じゃあ西川選手を欲しいという球団は中日だよ、ね、あ、いや中日は取った方がいいと思う。あ、西川選手を。やっぱ走れるしさ、はい、足はいいよ、うん、でスイングスピードも速いしさ、あいつがしっかりやればできると思うんだよね、うん、で元々ホームランバッターじゃないしさ、はい、バンテリンドームでホームラン求めないでしょ、うん、そうなってくると大島、西川、うん、あ、いいですね。だろうね、ライト、いやもうレフトしかできないから西川、肩がね、はい、うんうん、肩痛めてたりだとか肩が弱いから、はい、守備という意味ではすごくもう抜けなくなるよね、うん、そうですね。
今こう強い中日になりつつあるところで一つピースが埋まるというか、うん、だから1番バッターを大島で行きたいのか、うん、西川というのを取ったら大島3番でいいのかとか、うん、出塁率もいいバッターだからね西川って、はい、フォアボールも取れるから、うん、まあ中日取ったらいいと思うよ、取った方がいいと思う。じゃあもしかして立浪新監督もその辺例えば上に相談とか、まあ、例えば2億4000万という給料は、はい、もう個人の交渉になってくるとさ、はい、もうそんなお金は用意しなくていいと思うんだよね、うん、いくらかは分からないけども、まあ、このぐらいでっていういいねだよね、はい、それで西川がうんというか、いやそれじゃできないっていうのか、うん、でも嫌だって言ったら他の球団が取ってくれるのかとか、はい、いろんなやっぱ交渉の仕方もあって、うん、まあそんなに高い金では取ってくれないし、うん、取るつもりもないだろうしね、うん、折り合いがつけば俺は中日でもう一度、うん、チャンスを生かした方が俺は西川はいいと思うんだよね、うん、西川選手は中日以外、まあ、セとパー合わせて他興味ありそうな球団ってありますか？いや広島はいらないな。広島はあ西川選手もう似たようなタイプが多すぎるもん。あ広島に現在、うん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 、甲子園もいらないよね。阪神外野手いらないんだよ、うん、内野手が欲しいんだよ阪神は。そうですよね。そう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 だな。今ヤクルト塩見が仕上がっちゃったからね。はい、まあ、巨人もいらんだろう。外野そうですねいますもんね、うん、ってなるともう中日だよ ね、 ですよね、うん、でパワーは動かないと。動かない。はい、秋吉、はい、ピッチャーは、うん、取ってて損はないよね。はい、で秋吉の給料だと、うん、取りやすいよね。はい、交渉しやすいよね。声優も見せられるしさ、うん、いや3600万なんだどうだみたいな、はい、うん、5000万なんだもともとそうですね、まあ、2400万でどうだって、いやうちは3600万で声優は見せれる金額じゃない。はい、でも2億4000万でさ、はい、2億でとは言う球団はいないよ。そうですね、今現状で、はい、相当下げての交渉。秋吉には声優を見せられる、そういう意味では。ということは結構あの数球団、いやもうね、はい、失敗してもいい金額でしょそれは。まあそう球団とすれば、ね、はい、だから欲しいところはたくさんあると思う。まあもちろん例えば巨人、まあ、巨人もそうだし、うん、DeNA もそうだし、うん、中日っていうのは、うん、ちょっとかぶってるピッチャーもいるしね、又吉っていう、はい、あだからそんなに同じようなタイプはいらないよね、うん、だからまあ阪神だとか、はいはい、まあ、広島でも面白いよね。あじゃあセ・リーグ各球団ちょっといきそう、金額的にもいきそうな感じですね。あでもまあパ・リーグもあるからな。おお、じゃあ引き手あまたというか。いや引き手あまただよ。そうですよね、うん、西武もああいうピッチャーが一人いてもいいなと思うしさ、はい、結構秋吉が一番得するかもわからない、ね、そうですね、うん、秋吉選手一番忙しくなりそうですねこの FA。 やっぱピッチャーの変則ってなかなかいないし、はい、だから変則って割と重宝しやすいよね、うんうん、重宝するよね、はい、だからそういった意味では、うん、秋吉に誠意を見せられるし、うん、まあ秋吉が一番得かなという。そうですね、豊さん的には秋吉選手どこのチームが一番なんか合ってそうですか？一チーム挙げるとすると。俺西武なんかハマるような気がするけどね。お同じパ・リーグで西武、うん、西武はハマるような気がする。まあセ・リーグ、まあ、難しいな。セ・リーグ DeNA っていう頭もこう浮かぶんだけど、うん、似合わないんだよ。似合わない球場が狭いんだよ。ああそうか、うん、なるほど。秋吉って結構思い切れのいいピッチャーだから、はい、玉砕される時もあるんだよ、はい、それにはちょっとやっぱり広い方がいいかなって。まあ西武も狭いんだけど、はい、どっちの青かなと思ったら、うん、西武なんだよなんか。まあ巨人お金潤沢にあるかもしれないですけど、巨人は似合わないような気がする。まあ、思い切りあってもいいんだけどさ、はい、あそこで思い切りがれてガーンって打たれるとさ、だまあ打たれるイメージだけこう湧いて申し訳ないけど、はい、なんとなくこうジャンツじゃないなっていう感じがするんですね。ちぎさん的にはやっぱちょっと西武が一番合ってるかな、まあ、俺もなんか西武がしっくりくるんだよね。なんか知らないけど、なんか見えてる。それか楽天。おお、楽天も結構オーソドックスなピッチャーが多くて、はい、まあ、ああいう変則がいるとまたちょっといいのかなっていう、うん、でまた先ほどその中日で秋吉投手だと色がかぶっちゃうのが又吉投手と
ていう話もちょっとありましたが、その又吉投手がちょっとね手を挙げて、まあ、そうだね、はい、他球団と交渉するかもしれないという記事出てましたけど、又吉もいいからね、ボールの力あるしさ、はい、欲しい、まあ、それは欲しいところはたくさんあると思う、例えば、まあ、もちろんでも又吉が、はい、こうある程度何球団かがこう話を聞きに来るじゃない、はい、まあ、又吉取れなかったら秋吉行こうかっていうことになる、あ、ま、だからそれはもう又吉を見て、はい、秋吉がのなんか動向も分かるような、そんな感じもするよね、なんか交渉術というか、まず又吉投手で取れなかったらじゃあ次秋吉投手だみたいな、そうだね、はい、あ、又吉取れなかったんですかって、僕でどうですかってそういうこともある、まあ交渉術はありますもんね、だって今年の実績から言うとさ、はい、いやそれは又吉の方が全然上だもん、うん、そうですよね、うん、だからそういう意味では一つの参考になるかもね、又吉がね、で、まあ、金額的にも又吉投手もう上げなくていいんだ、そうですよね、うん、だからいいよ、確かにそうですね、うん、まあ、なんか一部の噂によると、まあ、巨人だったり阪神また DeNA がすごく興味を示していると、まあそうだね、うん、でもまあボールに力のあるピッチャーだしね、はい、あのうまくはまっていけば、うん、あの活躍できるだけどまだ力あるから、はい、ね、頑張ってほしいと思うね、そうですね、はい、まあ、ここからね続々また FA 他の選手もそうだよ、はい、梅野選手もいますし、梅ちゃんどうすんだって、そうですよね、ああ梅野選手がこう決まったっていうね、ちょっと動画もまた、ね、まあ、いや余計なこと言わない方がいいかもわかんない、もうこれ、うん、出す頃には梅ちゃんがなんか発表してるかもわかんない、まあ、そうですね、そうなかったことで、はい。